北の帝王、収まって全場ゲートの中、体勢完了、スタートしました、ほぼ揃いました、さあ先行争い、まずは6番のケン・ホファバルト、8番、ビレッジ・イーグル、2頭が並んで、最初の池役障害へ、ふぶ切ってジャンプ、綺麗な比越、3番手に5番のマイヌル・プロンプト、内が3番のマイ・サンシャイン、2頭の後ろ、3馬審査、5番手に7番の宇宙長さん。 4コーナー、をカーブ正面、スタンド前あとは2番のマイヌル・レオーネスッとかわす4番、サトノ・パシュート三馬身、9番の北の帝王最高峰1番のブラゾン・ダムール水合障害に向かいます8番のビレッジ・イーグル踏み切ってジャンプ各馬を続々、飛越水しぶきは上がりません2番手に5番のマイヌル・プロンプトが上がって池脇の障害踏み切ってジャンプさあ、各馬続々、飛越こちらも各馬無事、飛越を終えて1コーナーカーブ 3番手に4番里のパシュート上がってインコースから7番の宇宙長さん間6番のケン・ホハバルを踏み切ってジャンプイゲアキの障害を超えますその後に2番のマイネル・レオーネ内から3番マイサンシャインあとは9番北の帝王最高峰待機1番のブラゾンダムール2コーナーの谷を下ってさあ駆け上がります 逃げる8番のビレッジイーグルリードは2馬身2番手に5番のマイネルプロンプトその後は1馬身半3番手に上がった7番のオ宙ュチョウさん半馬身外側4番里のパシュートさあ大障害コース高低差5 3メートルの深い谷を下ってこれから駆け上がってきます先頭は8番のビレッジイーグルさあ最長難関高さ1 6メートル幅2 0 5ルの大蓄作に向かいます2番手から5番のマイネルプロンプトオ宙ュチョウさん3番手大蓄作踏み切って ジャンプさあ各馬続々と飛越最高峰まで無事飛越大きな拍手です先頭8番ビレッジイーグル左にカーブを切って1番身半のリードシュート7番を重昇32番手に上がります3番手がインコース1番身5番のマイネル・トロンプトその直後に6番ケホファバルトは4番手4コーナーを左にカーブを切って内から4番サトノ・パーシュートあとは3番マイ・サンシャイン1番ブラトン・ダムールが後方3番手に上がって34コーナー中間フびきってジャンプ 各馬、藤井比叡後方、2番手、2番のマイヌル・レオーネそして9番、北の帝王並んでいきます3コーナーの谷の下りにこれから入ります8番のビレッジイーグルは先頭リードはニバシン2番手に7番のオジュウ・チョウさん。 谷を駆け上がって今一番審査に迫っていきました3番手に1番ブラゾンダンムル上がってきて向こう正面ですそのうちから5番マイネル・プロンプト6番ケンホファバルトここは3頭固まって再び大障害コース高低差5 3メートルの深い谷をさあ駆け上がって最大の難関へと向かいます先頭ビレッジーイーグルダートを横に行って高さ1 6メートル幅2 4メートルの大池昭へ先頭はビレッジーイーグルフィリッテジャンプさあ各馬続々飛栄 この秘訣も角場無事無事に難関2つを越えて右にカーブを切りますグレッジイーグル先頭2番手7番王十勝3件ホハバルトが並んでいって池脇をさあ踏み切ってジャンプその後ろから1番のブラゾンダムールが4番手あとは石橋イン5番のマイノルプロンプと4番里ノパシュートの追走これから池脇障害に向かいます ビレッジイーグルは先頭、踏み切ってジャンプ、そして6番、ケンホハーバルドがこれで上がってきて、今、2番手、さらに7番の宇宙・長さん3番手だあと横切ります、ブラソン・ダムールがそれに接近、2コーナーの谷を下っていきます、5番のマイネル・プロンプト、4番、里のパーシュート、2番のマイネル・レオーの追走で、谷を駆け上がって向こう正面、これから芝の外回りコースに入っていきます。 逃げる8番、ビレッジイーグルリードアイチバシン差を詰めて6番のケン・ホファバルトが2番手あとは2馬身、オチューチョウさん3番手ブラゾンダブール並んでいってハードル障害へ、フギッジャンプそして5番手に5番のマイヌル・プロンプト2番マイヌル・レオーナ内が4番、佐藤のパシュート9番、北の帝王最高峰3番、マイ・サンシャイン前は2頭ビレッジイーグルにケン・ホファバルト残り800を通過。 2頭が2馬身のリード3番手に1番のブラゾンダムール内が7番の宇ジュさんその後ろ踏み切ってジャンプ3その後ろに5番手に2番のマイヌル・レオーネがつけて34コーナー中間を通過さあ先頭ここで1番のブラゾンダムールが立ったリードを1馬身その後ろから宇ジュさんが差を詰めたそしてビレッジ・イーグルは3番手に交代ケンホファバルトが3番手4番手に 2番,のブラ2番のマイネル・レオーネ上がっていって正面3の前最後のハードル障害いへブラゾン・ダムールが先頭でつぶ切ったジャンプリードは1マシン外からお重ウさんが並んできた3番手は横に広がって外から2番のマイネル・レオーネあと 150m 抜けたのは7番のチ重ウさん2番手1番ブラゾン・ダムールマイネル・レオーネ3番手お重ウさんゴールイン7番のチ重ウさんです 大きな拍手に迎えられて絶対王者7番のお重張さん中山、グランドジャンプ6勝目を挙げました。